今回は茨城県鹿島港から出ている幸栄丸にて青物ジギングへ行ってきました。5時出船だったんですけど、着く頃にはもう日が昇ってきてて、さすが日本一早く日の出が見られる地域だなって感じですね。ポイントに着いたらジグを落としてスタートです。早めのワンピッチからの遅め、早めのワンピッチからの遅め、はい、ヒット、よいしょよいしょ、やっぱりこの壁最高ですね。この前より薄い服装できちゃったから、お腹に当たった竿が食い込んで結構痛いです。それでも巻けるときにゆっくり巻いて、徐々にでもいいから上げていきます。だいぶ上に上がってきたかな。どうだろう、まだかな、まだかな。よし、来たね来たね。あとはタモですくってもらって、よっしゃ、ゲット、イエイ、一本目ゲッチ。重いんじゃないのこれ。分かってもらいました。こう4キロジャストぐらいかな。4キロジャスト、うちの最高記録いきなり更新。さあ、次も張り切っていくよ。
超遅めのワンピース。やっぱり普通に早めのワンピッチからのちょっと遅めのワンピッチ。はい、来たー。やっぱり早めからの遅めだな。ふいー、よいしょ、中に当てて、上に持ち上げてからの、下げながら巻く。上がってきたよ。へい。ゲット。もの。これは食べないのでリリース。上の方まで上げてきて開始しようかなって思ったら、あれ？なんかかかったよ。ではでは、続きはまた次編でお送りしますので、ぜひぜひ見てみてください。次編は稲田の入れ食い編をお送りしようと思っております。